Wi-Fi テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとはスマートフォンの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すると外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。それでは設定してみましょう。まずはじめに Galaxy S20 5G に接続するための情報を確認します。ホーム画面を上にスライドして設定をタップします。接続をタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリングをタップします。ここからお使いの端末のネットワーク名とパスワードを確認できます。スイッチをタップしてオンにしたら設定完了です。先ほど設定確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定しネットワークに接続してください。